今週末は雨が降るところ多くなりそうですね。はい、土曜日西日本の太平洋側を中心としたエリア、そして日曜日になりますと関東東海とちょっと不安定な天気になりそうですね。はい、状況の方まず気圧配置の方で見ていただきたいと思います。こちら今日の午後3時の気圧配置になっております。台風15号ボラベンですが、こちらになります。今後東の方に抜けていって特にその後西日本の天気に影響を及ぼすものなさそうに見えますけども、こちら衛星画像の方に切り替えて動きの方をですねちょっと見ていただきますと、台風自体は東の方へ移動するんですけども、その西側の方でですね、こちらでちょっとこう東寄りの風と北寄りの風がぶつかり合うという状況が発生しております。そしてこれが明日の朝午前9時の天気図になってまいりますと、先ほどの風のぶつかり合うところで低気圧が発生する。この低気圧が土曜日の夜には四国沖、そしてその後日曜日月曜日というところで東の海上へ移動していきます。特にこの日曜日の午前から月曜日にかけてここで急激に発達するということで関東方面それに東北太平洋側強い雨に見舞われるという可能性が出てまいりました。はい、予想の積算降水量月曜日までのものを見ていただきますと、近畿から東の太平洋側この辺りを中心に雨の量をまとまることになりそうです。関東方面でも伊豆諸島から房総半島にかけて雨まとまりやすいのでご注意ください。はい、お天気アイコンの方でも確認しますと、土曜日西日本を中心に雨、大阪は午後の遅い時間、名古屋も夕方以降雨が降り出すことになりそうです。そして日曜日については広い範囲で雨、九州方面は天気回復傾向ですが、関東や東北太平洋側風の強まりそれに雨の強まり合わせてご注意いただければと思います。はい、最新の気象情報についてはこの後もご覧の YouTube チャンネルウェザーニュースにて随時お伝えしてまいります。チャンネルをご登録の上ぜひお役立てください。